日本東京都町田市三和町三輪町は東京都町田市の地名。町名の設定のない単独町名である。郵便番号は195-0054。町田市の東端にあたる。北は町田市の大賀東は神奈川県川崎市浅尾区上浅尾、下浅尾。西は三輪緑山、川崎市浅尾区、岡上。南は神奈川県横浜市青葉区、緑山。 奈良町、鴨志田町、寺家町と接している。東、南、西の三方を神奈川県に囲まれ、北側の農家屋と接している部分はわずか数百メートルと飛び地のようになっている。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば、三和町アザ3号223番14階の地点で14万3000円平方メートルとなっている。 三和町及び山林緑山は、川崎 MA に属するため、川崎市と市内通話扱いとなる。相模原 MA に属する町田市内への通話は、県内市外通話となる。沢谷と自然公園の裏あたりには、かつて沢山城という城があったと伝わる。三和城とも言う。北条宇治てるが、豊臣秀吉の小田原征伐に備え、沢山城の兵糧米を小田原に移送するよう指示。 下という所感が残っている。江戸時代より上三輪、下三輪の二つの集落が存在した。杉山神社の傘をかぶせたような形が奈良県の三輪山に似ているからという説がある。2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 小田急電鉄小田原線の鶴川駅もしくは、柿尾駅が、最寄り駅である。小田急バス、神奈川中央交通により、以下の路線が運行されている。この他に、市境を越えた川崎市麻生区側の、横浜上麻生道路上の停留所より、柿尾駅、北口行きと市が、お駅行きのバスが運行されている。ありがとうございます。